団に所属しています。僕の名前は馬場翔太です。八王子サッカースポーツ少年団で所属しています。私は塾の練習とかであまり少林寺に来られなかったので、最後の日程らへんに、たくさん練習をして、その中で見つかった課題、姿勢とかの問題をちょっと修正して何回も挑戦していました。塾とかいろんなこともあったんですけど、やっぱ先生に厳しく教わってもらったので構えとかちょっと注意しようと思ってたんだけどですけど、ちょっとできるようになりましたので、そこを続けようと思います。私が注目してもらいたいのは6校戦目です。6校戦目は一番難しかったんですけど、世界大会までにたくさん練習するので、そこをちゃんと直せて完璧な演武にできたらいいなって思います。第2校戦目で、鍵手とかを気をつけたいと思います。最初の頃は練習が足りなくて世界に行けるって思ってなかったんですけど、今回初めて世界へ進出できてすごく嬉しいので、世界に大会できる代表としてすごくいい演武をやっていきたいなって思います。いろんな先生とか厳しく教わったり、構えとか気をつけたりしていきたいなと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。世界大会頑張ってください。はい。